これやから男臭い動画って言われるんですよねなあ美しさゼロこんにちは、サンダービューリーの山美です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。コロナの自粛中ずっと我慢しておりましたラーメンです食べたくなかったラーメン、いやめっちゃ食いたかったです。めっちゃ食いたい。何を我慢してたかってもうラーメンが一番よね、ほんまにね。うん、過言ではない、ね、ラーメンソラさんっていうお店で、以前は麺屋しっぽうさんっていうお店があった場所に新たにできたラーメン店さんで、店長さんはね確か一緒なんですよ。あのオーナーさんが前のしっぽうさんは、前にそれも動画で撮らせてもらったチャイナダイニングリュウさん、西川さんだったんですけど、そこで働いてらっしゃった店長さんが独立して新たにラーメン店を出したと。まあ場所は一緒なんですけどね、はい、っていうのがラーメンソラさん。もともとしっぽうさんの時にあったラーメンは引き継ぎながら、あのさらにアレンジを加えて新しいラーメンがなんかできてるみたいなので、めちゃくちゃ楽しみなんですよね。じゃあもう行きましょうか、早速。はい、行きましょう。よいしょ。なんか、はい、僕読売新聞さんがあるんですけど、はい、この中で焼き芋売ってるらしいんですよ。新聞屋さんで焼き芋売ってるんですか。いや、でもなんかちょっと分からないけど結構美味しいらしいんで。へえ。あ、本当だ。暗くて見えない。またなんか機械の。そうですね。こんにちは。こんにちは。となります。よろしくお願いします。します。失礼します。あ、お願いします。失礼します。すみません。おすすめのラーメンはやっぱり塩パイタン。そうですね。塩パイタンを。おすすめしてます。じゃあ塩パイタンラーメンは一つと、はい、あとちょっとすみません、個人的にチャーハン食べていい？どうぞ。チャーハン一つ。チャーハン、はい、はい、あとラーメンも一ついこうかな。じゃあ担々麺はい、以上で。以上で、お願いします。はい、ありがとうございます、はい、失礼します。はい、お願いします。これが、塩パイタンラーメンで、ラーメンソラさんの一押しメニューです。あのチャーシューももちろん豚じゃなくて鶏です。うん、うん、スープがねめっちゃ白くて透き通る感じで、おおおお、おいしい。あのねすごい、なんて言うんだろう、あっさりしてんねんけど、うん、あの旨味がギュッと詰まってる感じ。ほうほう、うん、ああこれよこれを待ってました長い自粛生活。自粛生活長かったから。めっちゃ美味しいです。すごいいい香りがしてくる、うん、めっちゃめっちゃ美味しいしか言われへんのはいつもの通りですけどお察しの通り、うん、なんかしつこくないんですよね、だから、うんうん、かといってあの物足りないわけでは全然なくって、すっごい旨味が凝縮されてる。だから女性とかもいいんちゃうかなこれ、うんうん、あんまりガツンとしたんっていうよりかはちょっと優しめの感じ。うん、いただきます。担々麺です。担々麺ですね。一応スープはその白湯ベースだと思うんで。あ、へえ、そうなんですね、うん、わ、美味しそう。お、あとねピリ辛ってきますね。うん、2つも食べちゃったけど
どんだけラーメン食いたかったよ。食いしん坊ですね。うん、あーこれもうまいな。チャーハンがね好きなんですよ。みんな好きやよね。うん、僕個人的にチャーハンってすっごい素朴なのが好きなんですよ。うん、わかる。はいはい。あんまりこう濃い味じゃなくて、うんうん、後から旨味がわーってくるようなチャーハンが好きなんですけど、うん、まさにそれですね。おー、めっちゃうまい。うん、ということで今日は、ラーメンそらさんにお邪魔しました。店長の長尾さんです。ごちそうさまでした。いや、ありがとうございました。あの前のね、はい、キッコーさんで来させていただいてから、ね、本当美味しくて、今日ももう変わらず美味しい。もう汗だくで食べ、もうむさぼり食べてしまいましたしっぽうさんの時と今の今回のそらさん のスープでちょっと変わってるところがあるとおっしゃったんですけど、ちょっとアレンジが変わってですよね。野菜の種類を増やしまして、はい、あと野菜の量とか割合もちょっとアレンジをしました。うん、やはりね、お年寄りからお子様まで飲み干せるようなスープっていうのを日々研究しながらやってます。あ、いや、めちゃくちゃ美味しいよね、あのスープ飲んだよね、今いただきました、ちょっとめっちゃ美味しかったですちょっと近くに住んでたら通いたい。いや、本当にまた来させていただきます。今営業は、はい、ちょっとそのイレギュラーな感じで、ちょっと変則的になっているので、お昼は11時半から3時まで、はい、3時までと夜は6時から22時までやってます。定休日とかは、定義は一応月曜日を基本に休ませていただいて、仕込み等々あるので、はいはい、あとはちょっとまあイレギュラーな不定休という形にはさせてもらってます。うん、なるほど、分かりました。あとそのちょっとまだコロナ対策があって、座席もちょっと少なめですね。減らさせていただいて、はい、逆にお客様にはお待たせすることも多々あるとは思うんですけど、うんうん、そこら辺はまあちょっとご理解いただきたいなと。そうですね、はい、もうちょっとの我慢ですね。そうですね、はい。テイクアウトもあるんですか？そうですね、うん、テイクアウトはチャーハンとか、唐揚げとかですかね。あ、なるほどなるほど。チャーハンもめちゃくちゃ美味しかった。ありがとうございます。まだね、ちょっと自粛完全に開けてるってわけではないんですけどね、あのだんだんこうお店に食べに行ってもいいのかなみたいな、そういう雰囲気にはまあ、来てると思いますし、あの私みたいにもう自粛中ずっとラーメンが食べたかったんですけどいると思うので、はい、ぜひあのラーメンそらさん来ていただければと思います。はい、じゃあ今日の動画はこれぐらいで終わります。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイってそうです。バイバーイ。